ベゼルがね、太いね。めっちゃ太いよ、これ。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。 Google Pixel Watch です。さあこちらはですね、 Google が初めて出したスマートウォッチ、同日にこちら Pixel 7 Pro も出ています。こちらの動画はですね、概要欄にリンクありますんで、そちらも見てみてください。さあこちらの Pixel Watch がですね、こちら Apple Watch と比べて果たしてどうなのか、ビシッと買ってみたので、これから皆様と一緒に詳しく見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがピクセルウォッチです。開けていきましょう。たらーん、出ました。デザイン的にはね、すげえいい感じだぞ。そこら詳しく後で見るとしてだ。で、ここに時計が入ってたんだけど、この横にいろいろ入ってるわ。で、これなんだ？別のバンドですね。長さ変えられるようになっている。それと充電器ですね。こんな風に真ん中にですね、 Google の G が入っていて、バーっとケーブル続いて USB-C になると。他にもクイックスタートガイドと大事なお知らせの紙が入ってました。ほんでこちらが本体になるわけです。丸っこくってめちゃくちゃ可愛い。で、横なんだけど、ここがね、かなり高級感あっていい感じだわ。付け方としてはね、一回ここにね、通すみたい。このように通して、ぐさ入れて、こう通すという感じなのかなと思いますね。ちょっとね、慣れるまでやりにくいかなっていうところではあるけど、まあそのうち慣れるでしょう。とりあえず起動ボタン押してみましょうかね。ポチッとな。お、来た。スマホ近づけてくださいね、的なやつか。ちょっとやってみるか。じゃあ、Pixel 7 Pro ですね。近く置いてみましょうか。ピクセルウォッチっていうことで、セットアップを開始するにはデバイスアプリが必要です。あ、そうなんだ。アプリが必要なのか。じゃあアプリ入れなきゃダメだね。スマートウォッチですね、装着してくださいっていうことで、装着の仕方とかも教えてくれます。やっぱさっきので合ってたんだね。あとはバンドを交換するとか、そういうこともできますよってなってますね。これですね、フィットビットモバイルアプリを入手するですね。これ入れないとダメなんだよね。あと音声でも操作することができるようになると。はい、というわけで主な機能の使い方っていうことでいろいろ出てきましたね。あ、電源をオフにするやり方とかね、お気に入りのアプリを表示するやり方とか、まあいろいろ出てきてると。緊急サービスは5回押すといけますよと。はい、というわけでセットアップも完了して、今再起動になってます。とりあえずアップデートもあるみたいなんで、いろいろやってからですね、また使っていきたいと思います。はい、ということでですね、アップデートも終わって一番新しい状態になったんですけど、まずこれね、使ってみてわかるんだけどね、ベゼルがね、太いね。めっちゃ太いよ、これ。こうやって見るとね、わかりますかね、この幅ですね。この真ん中ぐるっと黒く塗られてるんで、このようにね、マップを開くとよくわかるんですけど、すっげーちっちゃいんですよ。周りが真っ黒なんで、ちょっとこれはね、やりにくいかなっていうか、まあ、今後広くですね、次ですよね。Pixel Watch 2とかの場合には広くしてほしいなっていうふうに思うところですよ。動作自体はね、このようにスワイプでパッパッパッと、まあ、動かしていくような感じになるのと、下から上とかですね、このようにやっていくというようなのは、まあ、あんま変わんないですよね。みんなね、他のスマートウォッチもこのようにね、操作するんで、基本的にこのようにやっていく感じです。で、ダブルクリックするとですね、このようにですね、支払い方法ですよ。が、それが出ていきます。で、支払い方法はですね、このように2つあるんですが、スイカですよね。スイカを押すと、このようにですね、スイカアカウントを作りますっていうのが出てきます。なので、スイカはですね、今あるものはですね、移行するっていう考え方はないみたいですね。最初からもう一回作り直さないといけないっていう形になるんで、やっぱ定期を使うとか、そういった概念じゃなさそうですね。で、カードを追加っていうのはですね、このように入れることができるんで、クレジットカードかデビットカードですよね。そちらを入れることができる。なので、イコカとかパスモとかは、もうこの時点で対象外ということになりますね。この辺はね、やっぱまだ Apple Watch の方が便利かなっていうところではあります。はい、こちらがですね、 Fitbit の画面になります。プレミアムに入りましたよ。 Google が買収した会社ですね。このようにね、バーンといろいろ出るようになってて、ガイダンスですね、いろいろ探すっていうこともですね、これでできるようになります。ヒップホップで体を動かすであるとか、いろんなものですよね、ここで見つけることができる。いろいろですね、こう映像入りでできるので、体動かしたい
い人とかはね、すごくいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。もちろんワークアウトもこのように5分間集中しましょうねとか、どこに気をつけてあげましょうとか、まあそう、本当そういうテレビでよくやる運動ですよね。ワン、ツーみたいな、まあそんな感じのものが見れるので非常に便利です。他にもマインドフルネスですね。精神状態を安定させるっていうものとかもこのようにババーンと出てきますし、あとコミュニティですね。自分がやった頑張りをですね、共有できたりとか、あと友達とか家族とか、それでも見ることができるので、これでやる気もね、持続すると。他にも、アクティビティとか最近の睡眠とかですね、心拍の変動とか、そういったものも細かく出すことができるので、とりあえずフィットビットあればね、まあいいんじゃないかなっていう感じがしますよね。あとはフィットビットとは別にですね、このように Google フィットっていうのもあるんですけど、これはね、どうもね、共有はしてくれなそうな感じなんですよね。フィットビットと Google フィットはもう全く別のものっていう考え方になるみたいです。あとはフェイスですね。このようにパッパッパッといろいろ変えることができるようにはなっていますね。使えますよっていうものはバー出てるんですけれども、下にね、新たに追加っていうのがあるんで、数たくさんありますよっていう風になってるんですけど、この数自体は全然アップルウォッチの方が多いですよ。まだまだね、この辺は、まあ、今後増えていくのかなっていうところではありますけど、もうちょっと数いろいろあると楽しいですよね。キャラクターとかね。そういったものがあると、またね、女性も喜ぶし、可愛いしっていうところになるんだけど、その辺がなっていうところではあります。あとは細かくですね、太字にするであるとか、何時に何があるかとか予定とかね、そういったものも詳しくは入れられるようになるっぽいんですけど、とりあえず使い方分かったんで、これからいろいろ試してみたいと思います。はい、というわけで今回は Google Pixel Watch 使ってみたという動画でございました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、丸くて可愛い、四角いものとか細長いタイプってね、結構あると思うんだけど、丸くってね、すごくデザイン的にも可愛いし、特にこのダイヤルのところですよね。ここはね、非常に高級感があっていい感じです。もちろん装着感もすごいピタッとしているし、この2点ですよね。そちらで止めているからか、跡がつきにくいんですよ。皮膚にですごいパッとつけてるなっていう跡がね、若干ねアプローチに比べるとつきにくいかなっていう風に思います。あとはここのアプリからも色々できます。例えば Spotify で音楽を流したいとか、道案内とかもそうだし、あとはメールを見るとか、そういった細かいこともですね、ここで全部できるようになる。なので Apple Watch とねほぼほぼ変わらないですよね。こっちは Wear OS で、こっちは Watch OS ですけれども、まあ、ほぼほぼ同じような感じで使えるかなっていうふうには思いますね。データとかもね、かなり正確に出ます。何キロ走ったとか、歩いたとか、階段何歩分ぐらい行ってるかとかっていうものもかなり正確ですよ。なのでフィットネスであるとか、自分の健康管理ですよね。そういったものにはしっかり対応できてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。 Google 純正のスマートウォッチですけれども、一般的に販売されている時計と全く同じように使うことができるというようなものになります。なので時計としての機能はもちろん健康管理とかスケジュール管理、スマホと同様細かなアプリを使ってですね、いろいろやるっていうこともストレスなくできるかなっていうふうには思いますね。そうね、残念なところを言っていくと、ベゼルが太い、めっちゃ太いっすね。これはこの丸い真ん中にいろんなものが浮かんでるっていうイメージになるんで、ここもうちょっと広く映し出してくれると、なんか周りがもったいないかなっていう、この黒い部分がもっと広く映し出せればいいのになっていう風には思いましたね。あとね、毎回完璧に映るとは限らないんですよ。これはどういうことかっていうと、時計をですね表示させたい時にはこのように手首傾ける必要があるわけです。でもちろん常時オンっていうのもできるんだけれども、その動作がねちょっと弱いんだよね。今このように何もない状態でですね、パッていくと映るわけですけれども、例えば急いでね、あ何時かなっていう風のパッて見たい時には、はい、見えますか？このように映らない時もあんのよ。この動作によってちょっとストレスかなって思う時もあんだよ。だからいちいちねここ真ん中押さないといけないんだよね。こう 100% 出るとは限らない。アプローチとかはですね、こう常時出てるわけですよ。もちろん消すこともでいいんだけど、傾けて見ようかなと思ったら、ふわっとしっかりライトがつくっていう。これはかなりスムーズだし、使わない時はファッてやって斜めにしとけば消えるしね。このぐらいの斜めでもう時間っていうのは正確にはわかるんだけど、やっぱ真っ暗になっちゃうから、そこがなっていうところなんですよね。常時オンしちゃう場合には、常時本当に出るから、っていう。もうちょっと機能がね、時計としてパッとストレスなくいろいろできるといいかなっていう
うふうには思いましたね。あと心電図がまだ使えないです。これはね Apple Watch もそうだったんですけれども、心電図計って使えるようになるの許可がいったりとかするんで、今発売してる時点では使えないんですよね。脈拍っていうものは出るんですけれども、例えば不整脈があって随時測りたいっていう場合にはもうちょっとアップデートっていうものを待つ必要があるのかなっていうふうには思いますね。なので今後のアップデートに期待っていう結果になるかなっていうふうには思います。もうちょっとね、いろんなことができる、ああいうのことができるっていうものがあって、こうワクワクさせてくれるものがあればいいんだけど、もうちょっと、もういくつかですね、今後いろいろ変わっていくのを見届ける必要があるかなっていうのが正直な印象です。でもまだね1個目なんで、これから先ですね、ピクセルウォッチどのようになっていくのか、これからしっかり見届けたいなっていうふうには思います。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、皆さん今回のピクセルウォッチどうですか、ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。つながりました。じゃあ